やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。どうも皆さんこんばんは、スタミジャパンでございます。というわけで、今日はここから1時半からですね、 TBS ラジオさんから初めて30分の枠で、ラジオをいただけたので、それまで暇ということで、皆さんへ年越しをしちゃいましょうという配信でございます。よろしく。いやでもあれだね、去年もさ、俺配信してた気がするんだ、年越しって。去年俺年越し配信してて浅草寺に行ってたんだよね。あったかいわ、全然あったかい。スマじゃねえよ、これだろ、ちげえよ。縫ったんだよこれ、パックリ開いてガラスがのめり込んでさ。加藤さんとかと飲み行ってさ、なんか誰かがね、加藤さんのこと好きな人って言ったの。そしたら俺はーいって手を挙げたんだよ。そしたらそのまま前にボーンってぶっ倒れて、ガラスで首切っちゃってさ、圧迫止血をしながら3時間カラオケした。こうやってで、そうだね、朝の1時5時ぐらいに救急病棟みたいなとこ行って麻酔打ってもらって9針塗った。いや誰なんだろう、許したくないんだよマジで。加藤さんのこと好きな人って俺も言って、俺酔っ払ってたから、誰が言ったんだろうと思って。でも俺反応したの、はーいって言ったらこのまま前行ったよね、こう。いや、そいつが悪い。俺はそいつを許したくない。いやー、いいですね、やっぱでも大晦日の雰囲気っていうのはさ、特別な雰囲気がありますよね。何時にラジオに向かうの？あと1時ぐらいには TBS の下についていたいかな。いや俺この話もらった時さ、やべえなとは思ってたんだけど、ラジオってさ、大体さ、ゲストとかアシスタントいるじゃんね。俺一人なんだよ、30分。もうこの感じもうこの感じで喋る。なんでなんだろうね。まあもうやりたいことをやるだけなんで。いやでもコミケめちゃめちゃ面白かったよ。俺今回初めて行ったんだけどさ、なんかニュースとかで見るコミケのイメージわかる？みんなが熱量を持っててさ、その全力でオタクしてる感あるじゃん。あれってなんかそのコミケに来てる人たちの盛り上がってる部分の一コマだと思うじゃん。違う、あれが始まってから終わるまでずっとあの熱量。コミケってどこもかしこもあの熱量でずっとやってる。世の中にはこんなにオタクがいるんだなぁと。俺はあれだよ、コスプレ広場みたいの行ってたことないから、出てみたいなってのあるかな。えなこは忙しかったけど、なんか俺と写真撮りに来てくれたね。俺がさ、あのスターレールのキャラクターだから、えなこのキャラクターと一緒に写真は撮れるけど SNS 投稿がダメで。すごかったよ、えなこの格好。あれ俺が通報したら多分捕まるぜ、全部出てんだから。あれ法律的にアウトだろ、コミケの中でただ捕まってないだけだ。あれもしもし、ただ捕まってない露出狂だった。ここなんかすごい階段上がってるけど何なんだろうね。おお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 甘酒は配りあるかな。けんちん汁とか売ってるわ。はあ、たこ焼きもありますわ。うわ、何、土地が開けた瞬間にかな、初詣待ちだろうねこれ。いやー、去年も浅草寺にいたな俺は。そういえば本当に回線がさ、今回さ、俺もう配信の機材がついにアップグレードしてきてさ、外配信すぎて回線持ってかれないけど、そこも時代を感じるよね。去年のやつはさ、回線がちょっとさ細かったからさ、もう初詣配信も中途半端だったんだよね。あと間もなく来ますので、慌てずにごゆっくりお進みいただきます。すげえ。
30秒切った2023年ありがとうございました。皆さん2024年楽しい年にしましょう。今決心を決めて、あげましておめでとう。すげえ、あけおめだ。あげましておめでとう。今年もよろしくお願いいたします。どうも前の方ごゆっくりお過ぎください。前ごゆっくりお過ぎください。うわすげえ、うわすげえぞ、おいすげえぞ、おいおいすげえぞ、ここほら、いい年になりますように。初詣しちゃったぜ。もうこのさ、この買うとこもおみくじやん、もう。出ないな。すいません。おはようございます。弁当型をお送りください。よかった。吉です。よかった。その勢いに乗って今まで続けた確実な歩みを忘れてはならない。幸運を自分の口から言い出したい気持ちは心の好きだ。神に感謝しながら努力を続けなさい。しみる。おい、新年早々しみるじゃねえかよ。成就。交際、昔の友を忘れて協力を求め、おっと昔の友、病気も長引くって。天意、もう少し我慢しなさい。待って待って、1月の初めに引っ越しだぞ。まずい。え、やだ、めっちゃやなんだけど。持って帰らせていただきます。はい。思わぬちょっと初詣を済ませてしまいました、皆さん。気分がいいぜ。スカッとする。降りた方が早いよ。なんだ、お前詳しいんだよ。何、ぐるーっと行った方が早いの。そう。いや、でもあれだってね、ラプラスダークネスロール頑張ったってね。勝ち負けの大会じゃなかったからな、あのザーカ戦は。にしても10戦か15戦ぐらいでよくあそこまで持ってったよ。すげえよ。思い切りがいいからさ、あいつアルティメントバカバカ打つんだわ。なかなかないよね。俺初心者の頃アルティメットなんか渋ってた気がするわ。俺も見てたんだけどさ、神戸くんがうまいね。ゲームの理解力が早いね。あとチャンピオンのさ、選び方もうまいよ。あのヨネってキャラさ、初心者対応できないもん。難しいよ。なんか初心者目線からしてやっぱりちょっとなんか赤いとかそういう枠とほぼ一緒になっちゃうから、キャラ選びもうまかったね。ルールがハマるのはいいことですね。だってザーカ戦視聴者数6万ぐらいでしょ。どっから出てきたんだよ。あれ6万人ってどっから抽出されたの。なんか廃れてしまったと思われるゲームをああやってなんか新規に向けてしっかりと力を入れれば再起するっていう証拠になったな。オーバーウォッチとかもするんじゃないの、もしかしたら。再開できてるのかな。還暦近い私でも応募可能。あ、そう。はーい、ここですね。はい、ここです。わあ、すごい。これ中撮ってもいいですか。いいですよ。
ほら。今日はここで、そこです。喋らせていただきます。こちらの席で。あ、なるほど、これが僕の席ですね。はい、ここがメインパーソナリティが座る席です、ね。もうザ・ラジオルームだね。よく見るやつでございます。そう、今、カウントダウン TV とかやってて、うん、いろんな方が来てるんですよね。うん、別のフロアに今、すげえ。じゃあ、仕組みを説明します。はい、仕組みをお願いします。はい、まず、時間は、はい、ここで。これがリアルタイムの。あ、はいはいはい、わかりました。見えます。はい。で、この時間で1時、30分になったらもう、ここがパチッと赤く。おほー、すげー。で、着いたらもう生放送始まってる。はい、わかりました。ここに原稿に穴尻って書いてありますけど、はい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 、1時59分3秒にまでは喋る。わかりました。3秒上にはもう、あの、このスタジオ落ちちゃう。じゃあもう29分ってことですね。そうです、そうです。はい。わ、はい、かりました。そういうことです。なんでそこまでは津田さんの時間。はい、俺の時間ということで。30分間。で、もう最後まで。そうですね。そのまま続けていくんで。はい。曲一応用意してあるんで。ちょっと SE 聞いてみたいですね。うん、ちょっと、いや、ちょっと、あの、聞けるようにします。わかりました。お願いします。はい。はい。なるほど。なんかラジオっぽい感じになってきましたね。そうですね。っていう感じで今日はラジオやっていきます。よろしくみんな。配信できて、こっから配信できるとねえよな。珍しくね、おもろくね、こっから配信。なかなか貴重だね。君たちとしても貴重だね、この映像。今回配信できないやつを一個もちょっと紹介しておこうか。いろんな。じゃあここで練習として、配信でボツになった、お題を一つ。はじめまして、初投稿となります。2023年の10月の出来事です。少し肌が寒くなり、ぬくもりを求める時期ということもあり、ワンチャンいけるかなと思う女の子に声をかけ、持ち帰ることができました。しかし、女の子はセリーだと、直前での告白。どうしても入れたいと思い、懇願をし、見事にイン、ものにすりで女の子の中で果てました。女の子の中から抜いた後、血がついた私のブツ。女の子はその様子を見て、うわ、赤いし、ふにゃふにゃ、トッポギかよ。と、その言葉で激怒しました。見事に ED になりました。助けてください。これ注射書いてます。トッポギ面白いですが、生理の描写として生らしいのでやめときましょう。おもれえけどな。俺も100何通、何パーって何百通来た中からさ、あの、チョイスしてたんだけど、罰出たわ。ダメでした。これめっちゃおもろいよな。そりゃ ED になるわ。ダメ!ダメ!ダメに決まっとるか、こんなもんは。新年からさ、さ、飛ばしすぎだよね。まあ俺もそれ思った。新年のネタじゃないなと思った。あ、そうそう。ここが今の赤坂の、にある、まあ、TBS についてる、この、あれなんで、まあ今日の赤坂、今の気温、10とか、すげえ。言うとそれっぽくなったり。あとは、地震があった時。その場合は、すぐに、ニュースデスクのなんとかさんっていうのを言ってもらうように僕は差し紙入れますので、そしたらもう、あの、スタッフさんがなんか地震情報を読み上げるってことは基本はない。わかりました。けど一応ね、ここに全て書いてありますけどね、本当だって緊急地震速報が出た、入れたらまずこれを言う。スタジオで強い揺れを感じました。落ち着いて机やテーブルの下に潜り、身の安全を確保してください。車の方も落ち着いてハザードランドをつけて、ゆっくりスピードを落としてください。でスタジオの振動計はというとここに出ます。はいはいはい、はい、緊張してます今。いやでもいい具合にしてます。いい具合ですか。はい、俺も緊張してきた。なんで角谷さんがすんだよ。えすんな。やっぱりいつも演者と同じ気持ち言いたいと思って。いいいらないいらない。あと多分共有できてない緊張で。もし。でいつもそのスタンリー君とか、そのジャスパー君が、うん、大きいイベント出るときは全然緊張しないんだけど、うん、ザカスのときに忍者君がいるとめっちゃ緊張する。
そぎでもイベント代若干してるけどな。うん。違う違います、ね。はーい。お願いします。はい。お願いします。お願いします。お願いします。というわけで、あと3分ぐらいで始まります。初の、TBS ラジオでございます。30分枠いただいたんで、ラジコで僕のことを応援してください。と言ってもいつも通りやりますんで。